ヨーブラザー、しらせゴールドチャンネルでは原神好きのあなたのために最高のコンテンツをお届けしていきます。動画をお楽しみいただけましたらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。公開はさせません。ということでですね、今日はシャンリンの運用ビルドガイド紹介したいと思うんですけども、フータオのピックアップに、まあ、星4でシャンリンも追加されてました。なので、まあ、そのご説明ですね。で、最後の方に彼女をうまく使えてない人がしていることみたいなことで、一つ添えてお話ししていきたいと思いますので、最後の方までご視聴よろしくお願いいたします。元素スキルなんですけども、テンプ10で倍率が 200% になります。で、これが4発出ると。で、1発の間隔が 1.5 秒に1発で、発動後2秒で1発目が出ます。なので4発打ち切るまでにはまあ大体8秒ぐらいで、クールダウンがまあ12秒というところになりますね。なので、まあ4秒間の空きがあるけど、結構高速で回せるという感じになります。で、倍率200っていうのが非常に高くてですね、まあ後で紹介するんですけども、元素爆発の戦火輪の回るやつと、まあほぼテンプが同じならほぼパーセントが同じでいうことになります。で、これの強いところのは、まあ、戦火輪と火力変わらないんだったら戦火輪の方が秒が長いんで何回も当てれるから強いっていうのもあるんだけども、これ元素チャージ効率を上げなくてもこの連続で打てるんですね。しかも蒸発もかかります。なので、まあ、火力ゴリゴリぶりにしたとしても、まあ、スキルで、まあ、2万とかのダメージを継続して与えることができるのがシャンリンの強みの一つっていう感じになりますね。なので、まあ、元素爆発だけじゃなくて元素スキルの方も非常に重要だというところで、この唐辛子がこうやって落ちるんですけども、これは出てから10秒後になくなってしまいます。で、取るとこれ自分の攻撃力上がりますんで、まあ、これ大体、まあ、12秒に1回出るんで、これの攻撃力が乗ると。で、取る。で、設置型スキルなんで、取ってからこうやって発動すると、このパンダも強くなるということになりますね。なんで、この唐辛子をうまく利用していくといいと思います。で、元素爆発の初手三段攻撃があるんですけど、これは、まあ、見ての通りダンダンダンと蒸発がですね、まあ、ほぼ前段に入るわけじゃないんで、この2発目以降のやつですね、これにこうやって蒸発をかけていくっていうのがこの戦火輪の強さで、まずこう普通にやります。1、2、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11回、12回、普通にやったら12回当たるんですね。じゃあ次は、まあ、コツなんですけど、回って打ってみますね。じゃあ一応こうシールドつけて、で、これだと。で、1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回、8回、9回、10回、11、12、13、14、14回打てると。まあ、こんな感じで回りながらやるっていうのが結構いいと思うんです。ただ、実用性ないと思うんですけども、例えば、行くわきとシャンリンで組み合わせた場合、戦火に打つじゃないですか。だからこう、一発で回って、ダッシュでこう回りながら、こう打つと、かなり効率よくダメージを重ねることができると思います。ダッシュと横。ね、さっきは普通にぐるぐる回ったんですけど、ダッシュの方がね、回転率上がりますんで、いいと思います。こうやって元素爆発の火力伸ばすといいと思います。普通に浮く脇とかやって、こうやって、戦火輪打つっていうのだと、シャンリンって通常攻撃はもうクソ弱いんで、だから普通にトリガーだと思って、浮く脇の元素爆発をトリガー打って、右回りみたいな感じでやると、元素爆発の火力は非常に伸ばすことができると思います。はい、おすすめ武器なんですけども、星5なら天空にしてチャージ効率を上げることによって、まあ、先ほどの元素爆発のループができ、かなり多めにできると。ただ、先ほどのムーブを使えば、この和白炎の、まあ、攻撃自体も、まあ、当たって、まあ、かなり強いダメージを、まあ、
できると、まあ、めちゃくちゃ相性がいいですね。ただその場合チャージ効率の方が低くなってしまうので、まあ、グオーパーあのタヌキを使ってパンダかな、そのパンダかタヌキを使って、まあ、蒸発をかけていくっていうスタイルでバツナギをするというようなことがいいと思います。まあ、その場合はあの和白炎がかなり強いのかなと僕は思う。回心率も上がるし。でもう一つはあの洗顔調装、これねあの、まあ、ランク5になってたとしたらかなり強いのでおすすめ。であとは甲虫滅流、こちらで元素熟知上がってその蒸発やらね妖怪やらが強くなるんですけども、基本蒸発にしたいと思います。水元素または炎元素の影響を受けた敵に対しての威力が上がるので、もうかなり相性はいい武器だと思われます。ちょっと長くなるんですけども、おすすめ生物はあの暇帳4セットですね、スキル発動で4セット1重しかできないんですけども、まあ、蒸発をかけていくっていうスタイルが主になってくると思うんで、炎元素ダメージ 15% と 7.5% 分で、まあ、旧貴族よりもあのダメージ出ます。ここに蒸発 15% アップが出てきますんで、でスキルとあの元素爆発両方余すことなく運用ができるので、まあ、こちらが強いかなと思います。で元素スキルも多用したいし、炎アタッカーとしては元素反応を使うべきっていうところがあの重要でした。で旧貴族2の魔女2だとスキルがやっぱり弱くなっちゃいますね。で旧貴族4の場合は元素爆発効果が自身の元素爆発に乗りません。設置型のスキルなので。でこれと同じようにやっぱりあのスキルと併用したい理由のもう一つの理由としては、突力効果元素爆発中は 15% 炎ダメアップするんですが、これも元素自身の元素爆発に乗らないんです。なのでやっぱりスキルの方をしっかり対応する方がいいと思います。なので突力すればさっきの元素スキルの方があのダメージ量的には強くなります。で生物の捨て構成なんですけども、攻撃&炎元素ダメ&会心ダメ、これは見た目上のダメは高くなります。だけど、攻撃力炎元素ダメ熟知にすると、会心が出なかった時でも蒸発をかければ、まあ、その分のダメージは2000とか補えるんで、結果的に、まあ、会心率が 50% とかであれば、毎回蒸発かけるっていうスタイルとかであればそこまで DPS は変わらないと。ただ単純にね蒸発かけるのめんどくさいとかであれば、まあ、上の方がいいんですけども、基本やっぱ炎元素系のキャラでね元素反応かけないっていうのがもうそもそもありえないんで、まあ、結果的に DPS 変わらないのであれば厳選でめちゃめちゃいい良品が出た方をつけた方がいいのかなと個人的には思います。ということですね、今いろいろお話ししたんですけども、その、まあ、生物に、まあ、旧貴族を使っているというところを、まあ、こちらが、まあ、彼女をうまく使い出ないことがしていることと、元素爆発時に、まあ、棒立ちしていると、せっかくの元素爆発 の攻撃チャンスが1回から12回のところを14回に伸ばせるのは泥棒回りと、ここら辺の、まあ、細かいテクニックになるんですけども、まあ、ここら辺をしっかり活用していないと、最終的に倍率とかで選んで、せっかく火力のキャラで選んでるのに、結局その火力が下がってしまうとか、元素スキルの方をないがしろにして火力が下がってしまうとか、まあ、そういった形になってしまうので、ここら辺の2点をしっかり押さえておけば、シャンリンの火力は伸びるんじゃないかなっていうようなお話でした。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。